皆さんこんにちは、スチローです。今回はロイヤリティファーマー2022年度フォースクォーター決算について紹介していきます。この動画ではロイヤリティファーマー2022年度フォースクォーター決算概要、今後の展望、スチローの所感について紹介していきます。先に自己紹介をいたします。スチローの米国株の等を運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、ノートを中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。またメス会員です。名社やプライベートに関してもノートでたまに書いていますので、よかったらご覧ください。ロイヤリティファーマの概要について簡単に紹介します。ロイヤリティファーマは製薬会社が作る新薬及び中小企業の M&A に投資を行う企業です。主な収益はその際に受け取るパテントの権利による収入です。年間数パーセントを安定して目指す企業のため、製薬関連企業の中でも珍しい企業です。ロイヤリティファーマ2022年度フォースクォーター決算概要を紹介します。注目数字は独特で、パテントによる収益がアドジャステッドキャッシュレシープト ACR、 ACR から諸経費を除いた金額がアドジャステッドキャッシュフロー ACF になります。 ACR は1064ミリオンで YOY プラス 96%、 ACF は964ミリオンで YOY プラス 146%。 ファイザーのバイオヘブン買収による繰り上げ消却の影響を受けて大きく上昇しています。来年度のガイダンスは ACR YOY プラス11から 15% と堅調な推移が予想されています。文句のない水準です。決算報告及びカンファレンスコールを紹介します。今期のバイオヘブン関連売上高は500ミリオンで、うち458ミリオンは繰り上げ消却関連です。今後5年の資本目標を12ビリオンドルにアップグレード、今期新規パテントを3つ獲得、今期 EPS は 1.56 ドル、通年は 3.68 ドル、今期フリーキャッシュローマージンは 89% でした。ロイヤリティファーマの ACR、ACF の推移を確認していきます。バイオヘブの影響を受け、 ACR 成長率は大きく上昇、今後の展望に注目です。年初来チャートも確認します。地合いの影響もありレンジからやや下落しています。結論です。ロイヤリティファーマの決算は良かったです。ロイヤリティファーマの決算は ACR、ACF の推移に注目しています。年間数パーセントの成長を目指す企業ですが、風向きが変わりつつあります。毎回の見通しをしっかり確認しながら投資を継続していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ見ていただけると嬉しいです。ノート、ツイッターも毎日そばについて更新しているのでフォローお願いします。以上、シーローでした。また見てください。